どうもどうも皆さん、どうもレジェくんです。どうも皆さん、ちょっと早速なんですけども、スノーデイっていうエモートあるじゃないですか。雪だるまをいっぱい積み重ねて崩れてあーってやつ、あれ雪だるまを100段くらい積み重ねたらめっちゃ面白いんじゃないかなって、まあ一回ちょっとエモートを見てもらっていいですか。まあこんな感じで雪の塊を3つ重ねて、まあ帽子とかつけて枝ぶっ刺して完成なんですよ。でこの雪の塊を100個くらい作るっていうイメージです。お願いします。かわいそうこの妹。もしも雪だるまが100個あったら。ということで今回使用していくのはスニーキースノーマンですね。スニーキースノーマンをスニーキースノーマンの上に置いても置けないんですよ。弾かれちゃうっていう、ちょっと滑舌悪くてすいませんね。でこうやって上に乗った状態で出るじゃないですか。そしたら壊れちゃったんですよね。ちょっとなんかいい方ないかなって、ちゃんとね整えて場所が悪いのかなと思ってやってもダメなんすよ。これで僕ちょっと怒ってぶっ壊しちゃいました。一回すいません。怒りのあまりぶつけたら結局飛ばされて海に落ちて寒いっていうね。次に考えたのはちょっとセコ技かもしれないんですけど、遠近法を使ってまあ重なってる風にこんな感じですね。これで脱いだらどうかなと思ったらちょっと下の方に落ちちゃってうまくいかなかったんで、まあちょっとよくわかんないですね。なんとかこんな感じで重ねることができました。もうそうですよね、こっから見る感じはもう4段かな、1,2,3,4 の塊があって、でこの上でこのエモートをするとね、スノーデイ、そうすると7個かな、4+3+7 つの雪だるまになるわけですよ。これこっから見るとめっちゃシュールだけどね。まあとりあえずこんな感じでね、3段重ねて今 1,2,3,4,5,6 ですよ。俺に 1,2,3 足して9です。9の雪だるまです。これがやりたかったんですよ。どうですかこれ、なんか浮いちゃったりしてるけどね。まあなんか違うような気もするんですけど、記録をどんどん伸ばしていこうと思って、見てください、こっから見たらもう8個じゃないですか。すごい、もう慣れたもんですよ、雪の上に着地して。でどんどん重ねておこうと思ってたんですよこの時はね。そしたら事件が起こるんです。見ましたか、多分これ同時に4つまでしか置けないみたいで、どう頑張っても無理でした。そうきたら先に上に設置しといて下に置く、これもねうまくいくかなと思ってちょっとね調整しながらやっていこうと思います。先に上に置いといて同じ場所でね下とで落としてみたらダメでした。これもダメだった。いろんな方法を試してみたんですけど結局やっぱダメでしたね、積み重ねる方法。ちょっと一回さら地にして頭真っ白にして考え直したいと思います。この雪だるまを使って重ねるのもいいかもしれないと思うんですよね。この上にスニーキースノーマンを重ねてこれを壊す。これですよ、やりたかったのはこれです。2段目でしょ、これです。重ねて出て、そしてこれを壊す、3段目でしょ。わお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 、これがやりたかったんですよ。ちょっと待ってめっちゃ31じゃん。この瞬間ほんと夢が叶ったと、この恐竜、いや間違えた、モンスターも思ったに間違いないと思います。見てくださいよ、このエモートとの親和性、どっちがエモートみたいな感じになってますからね、下と。しっかり6段、これをねどんどん積み重ねてね、上の上の上までいきたいと思います。これはエルサもびっくりですよ。まずは奥しっかり調整して、でそれを脱ぐでしょ、でこれを壊す。どうですかこれ、置く、壊す、狙う、置く、壊す、どん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 雪の塊ができてます。これを本当に上まで宇宙までつなげる勢いでやっていきたいと思います。マジで31みたいな見た目してんな、これ31じゃん。それからというもの、モンスターは寝ずに1週間作り続けた。ご飯も食べず、おしっこもしない。もちろん寝ていない。彼は本当にモンスターだ。一緒になるよ、そんなふうになるよ、そんなふうになるよ、飲んでみよう、一緒になるよ。
できました。やっとできました。皆さんの応援があったおかげです。モンスターも嬉しそうです。もうね、雪だるまをねコロコロしてるだけなんだけどね、場所が場所だからめっちゃかっこいい。こうやって作るじゃないですか、雪だるま。これ何段あると思います？ムカデ以上ですよ。そしてこのスノーデイ、雪だるまはいつか崩れるっていう絵元だと思うんですけども、崩れても大丈夫です。なぜならこの下にも雪だるまがいっぱい続いてるからですよ。自分の雪で滑ってあの世へ行ったとさ。